いゲームを永井さん期待したいところです。そうですね、非常にね、そのクオリティも含めてね、はい、ただやはりそういう球際の激しさだったりね、フィードバックを変えてきましたクラモフスキ監督です。今日は左に出るかどうかだと思いますね。こちらは前半は川崎ボールのキックオフです。左センターバックの佐々木が転がして入れます。セカンドボール、こうです、こう高広、逆サイド頭だ。しかしながらこれはサイドネット。左徳本、場所を分けた中川、ディゴリベーラが反応した。ナイスキーパー、オンサイドでした、決定機でした。ようやくちょっと敵陣で持つ形が出てきました川崎。マルシーニョ、マルシーニョちょっと抜いて真ん中を狙ってヘディングシュート、好調の山田先手を取りました。川崎劣勢だった川崎、自分たちの時間になった直後、好調山田のヘッダー、15分川崎フロンターレ一歩前に出ます。後ろからバンウェルメスケルケン、家永です。立花が寄ってきました。この位置からクロスボール、山田のヘディング、ゴール量産モード、なんと山田慎は3戦連続の2発、すなわち3試合で6ゴール、あっという間に追加点来ました。川崎20分、また山田慎です。佐々木がこらえました。おっとひっくり返った、中川パス、ディエゴ・オリベイラが打った、ナイス、スライディング、高いコーター、オリンピック帰りの高いのスライディングです。さあスローインから一気に背後を取って打ちました、遠藤出し抜きました。遠藤、脇坂落とし、大島のワンタッチ、これで縦へ山田が打ちに行く、潰れながら自分で打とうかというタフなアプローチ、山田です。今西村主審が時計を見ました。これで、前半終了で、まあ、先ほどね、サポーターも多分終了と思ってブーイングしたんだと思いますけど、はい、中川選手が右サイドに入りましたね、はい、さあ後半開始、このまま東京的にはこのアジスタで低い球、手前を狙ったクロスバー、追加点ならず、命拾い FC 東京。この間にファンウェルメスケルケンと佐々木がギリギリまでやり取りをして、どこだ、真ん中を狙った、高いのヘッダー、プレッシャーをかける徳本をカットした、荒木隠す、小橋はダッシュ、場所が空いた、遠藤が来た、遠藤だ、ナイスキーパー、チョンソンリョン、今日2度目のショットストップ。森重のパス、白井の飛び出しでした、カット、こうです、クロスを入れた、手前を狙った小橋は豪快なダイビングヘッド、遠藤流した、白井来たーと、コーナーキックしのぎました、チョン・ソンリョン。これで西村主審の終了の笛が鳴りました。